島で唯一山手線の釣り広告のために東京圏内の電車を警戒して使うことになった絵の描ける VTuber 伊藤ライフです。わー、新宿に行くのが難しいです。先日ですね、新宿に行こうとしたらですね、ライフ先生、今山手線の釣り広告にポケモンの広告が入ってるから使っちゃダメだよって言われてさ、積んだね。まあ結果から言うとタクシーを駆使しました。ライフ先生の頭の上わかる？なんと今日からインターフェースは更新になりました。わー、千秋愛先生に8秒間の長めのアニメーションだったんですけども、まさかのね5つも作ってもらって、あのさ、ストリーマーの人とかさ、企業名様のさロゴとかとさ、なんかループして出てるやつあるやん。僕もなんかそういうのやってみたいと思ったけどさ、当然ですけどスポンサーなんてついてないので、伊藤ライフは伊藤ライフの広告をしております。今右上で水辺に囲まれた女、次に戦うやつ初手が、水辺に囲まれた女、二人いるじじいは両方とも新規。女じいさんじいさんね。今日、トイレに頻繁に行くようだったら、ライフ先生は、牛乳にやられたと思ってください。ホットカルピスにさ、牛乳入れんのが美味しいよって言われてさ、マジでってなってさ、ライフ先生牛乳が飲めない人間なので、混ぜたらいけへんかなと思ってさ、ダメでしたね。ゆるいです、今。大変ゆるいございましたよ。ここは新規がないよね。これ押すよね。あのさ、フルーツグラノーラとかあるやん。聞いてもらっていい？なんかさ、あ、引き分けにしないか一条。ああああ、違うね。え、ちょっと待ってや。水辺じゃないの？あれ？水辺に囲まれた女、ちょっと待って、次に戦うやつ初手が、水辺に囲まれた女。マンム？マンモスやん、かわいいやんか。ああ、なんでこれかか、これかけがったら、やる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 。撮り直そう、切り抜き動画に撮り直そう。事実を隠すだって。僕は健全な少年少女のためにポケモンやってる人間だぜ。社会的に少しは有名なんだ。しかもマンムーは金銀からいてやっと追加進化をもらったと書いてある。古参ポケモンファンの日々の極論は想像できない。不正をします。だから気に入った。なんとかインチキできんのかこれ。ここで登り別脱ぎが増えてしまった。温泉が似合いそうやんか、マンムー。多分これウリムイノムマンムーなのよね。とりあえず図鑑見ようか。マンムー、1年前の地面から氷漬けのマンムーが見つかり、しかも目覚めたので騒がれた。わー、マンモスだー、毛長マンモスだー。ちなみに毛長マンモスというのはマンモス種5種の中で一番小さいんですね、実はね。で、一番でっかい、マンモスは小学校マンモスと言います。ちなみに毛長マンモスも小学校マンモスもですね、大体ね紀元前4万年ぐらい前から個体数の減少が始まって、紀元前3000年だか2000年だかに完全姿を消したらしいです。なぜなら氷河期に入ったからですね。地球に入ったらですね、確かね3つ絶滅の要因があって、まず氷河期に入って、まあ寒いから、まず、じゃあ分かったシミュレーションしようや。はい、強くしませんのか。あ、たくましいにかっこいいがちょっとか。多分やけど、イノムの進化系だってことは気づくと思うねん。だからね、目隠すと思うんすよね。鼻長いんやろうな。はい、こんな感じです、多分。鼻きれいや。ザンビ、ザンビとか言われそうだな。よし、頑張ろう。よし。大丈夫。伊藤ライフは焦らない。伊藤ライフは強い。バカな私は冷静だ。あのじいちゃんね、多分。じいちゃんは新規。行くぞ。さあ、A ボタン慎重そうな。ベロベルト。ベロベルト、ベロベルト、ベルトルト、ベルトルト、ベルトルトフーバー。あ、わかった。ベロリンガか。ベロリンガの進化系か、ひょっとして。ベロベルト。長い舌はいつも唾液まみれ。唾液は物を溶かす成分が含まれており、触ると痺れる。はあ、なるほど。めっちゃいいですね、思った以上に。ベロベルトの印象グラフ、こちらとなってます。せーの、ほい。はあ、かわいい4割たくましいということは、ベロリンガと相対して変わらんな。で、あと、図鑑ですよね。唾液には物を溶かす成分が含まれており、触ると痺れる。これは来ちゃったんじゃない？これ完璧じゃない？天地明察、ベロベルトは、ノーマル、毒タイプです。はい。この図鑑の内容を見てさ、さすがに毒入るでしょ、これ。
ベロリンガのベロとベルトってなんや、よく考えたら。名を冠するこう字でいくんやったら、長い舌を体に巻きつけてんじゃない。口があって、腕横に広げてんね、確か。で、親指なんかな、爪みたいなの1個あるよね、確かね。結構ぶっとくて、先っちょちょろり。おおおお、よしよしよし、いいね。よし、できた。ピンクで、で、この柄の部分が黄色かな。で、ベロが、より強い、濃いピンク。あ、鼻がいるんや。なんか思い出した。楽しそうでいいけど、よし。できましたね。ちょこっと足らん気がするけど、どうあるか。これぐらいでちょうどええ。納得いった。伊藤ライフが考えるベロベルトでございます。わー。長い舌はですね、いつも唾液まみれですね。で、触ると痺れる攻撃をしてくる毒タイプのベロベルトは、そこにいます。おいでベロベルト。来い！ピンク！ピンク！ピンク！お？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 Wi-Fi ついてる余計なおせえ、Wi-Fi やんか。スカーフ？元ネタがあるっぽいな、これ。なんか尻尾短い。ゲードーク。ゲードーク。あ、毒入ってない。毒入ってないってことは。アインシュタインの元ネタ？あ、ベロリンガのベロとベルトってなんや、よく考えたら。アルベルト・アインシュタインですね。マジかよ。なるほど。よし、じゃあ、休憩タイムいきまーす。本日の休憩タイムアニメーションはこちらで撮ってまーす。いきまーす。はい、本日の、休憩アニメーションは、湯豆腐屋さん伊藤ライフです。リーフグリーン、ハートゴールド、エメラルド、そしてプラチナのね、選んだ御三家たちに豆腐を振る舞う、豆腐屋の主人伊藤ライフです。よろしくお願いします。そして、本日の今パコッと開けた音でわかるか、みんな。今日の伊藤ライフのおやつは、キノコの山でーす。わー、キノコの山でーす。また戦争がしたいのか、あんたたちは。おいしい。こん中に、タケノコ食ってるやついる？いねえよな。本日2人目の 2.7 人目の挑戦でございます。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。ヨノワール、へえ、知らん。ヨノワール、ヨノワール、ヨノワール、いや、何も想像つかんぞこれ。ヨノワール、弾力のある体の中に行き場のない魂を取り込んであの世に連れていくと言われる。はあ、なるほど。弾力ね。さばきたてのタイみたいな感じ。行き場のない魂を取り込んで、ゴースト感ちょっとあるけどね。はい、世のある印象グラフこちらとなってます。はい、ドン。うわー、割れた。たくましい、マックス、賢い、かっこいい。なーにこれ。世のあるね。ちょっと待って。今日はガンダムの話していいのか。ノワールっているぞ。二丁拳銃のガンダムがいるんですけど、あいつ黒なんですよね。なんかの言葉で黒だった気がするんですよね。ノワールという言葉が。黒くて、弾力があって、黒いゴムまりみたいなの考えちゃうわ。ある程度丸くてかっこいい、丸くてかっこいい顔面がわからん。難しい。なんかこんだけこう情報があんのに、各所を繋ぐことができへんのってなかなかないぞ。でも分かりました。これだけは決まりました。いきます。天地明察、ヨノワールはゴーストタイプだと思います。考えて、ライフ先生。これでここが大事だと思うねんけど、魂はこんな風に入ってんじゃねえかなと思うんですよね、体の中に。よし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 、おおむねできてきたんじゃない。はい、色入りまーす。こうやって中心を黒にやるんですよ。で、こっからです。
こんな感じ、魂が取り込まれてます。よし、まあまあそれっぽくなったさ。ええやんええやん、完成しました。伊藤ライフが考える世の顔でございます。わー、そこにはですね、体の中に魂を取り込んでるかっこいいヨノワールがいます。おいでヨノワール、ヨノワールおいで、浮いてるかっこいい。待って待って、一つ目だ、赤い一つ目だ痛くないけど、これはサマヨールの進化系ですか。口に出してみるとわかるわ、ヨノワールとサマヨールでなんか五感も似てるわ。ああ気づけへんって、こんな異なるなんやその鼻炎に効きそうな薬の名前。サマヨール逃がすバカタレが、そんだけ厳しいこと言ってたらもう終わりやぞ、終わりやぞ。エトーライフ、悲しいファンアートですか。すいませんでした痛い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 、鍛えられた伊藤ライフのケツが。ネオハル、あー吸われた、開きっぱの命が吸われていきます。ライフ先生、今日ガンダムの話ばっかしてない、してない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 、嘘ついたことない。おじい、これ最終戦ですか。本日最終戦、頑張ります。ポリコン Z だ、うわ来ちゃった、最終戦がポリゴン Z かよ、難易度ゲロ高って言われてるやつやん終わったあの見た目をどういじくんの。でさ、気になってんのがさ、ポリゴン3じゃないのよねこれね。ポリゴン1,2,3で進化してるんじゃなくて Z になってるとこが僕気になってんねん。ポリゴン Z、 異次元でも活躍できるようプログラムを修正したが狙い通りにはいかなかった。うわー、狙い通りにはいかなかった、結果が分かってないんじゃないのこれはアヒルさんっぽいからなんか羽が生えたりとかじゃないのっていう、成長するんかと思ったけど違うのね多分これは、なんかおかしくなってんだ。ポリゴン Z の印象グラフこちらとなっております。せーのドン、終わった、割れたナンバーワンですこの割れっぷり。なんでこんなことなんの。鳥が成長してる、アヒルさんっぽいのが僕は成長してるから羽が生えてるとかさっき言ってたけど、名乗しがたい形になってるんじゃない、ひょっとして。すごいな民意って。だからあーちょっと待ってな、怪しいパッチって拾ったよな、あれを確かポリゴンに当てるとポリゴン Z になるんやったっけ。パッチ当てて狙い通りにはいかなかったってことは、え、おかしくなってんのポリゴン。狙い通りに行ったらポリゴン3やったはずやねんこいつは。でもそうならなかったんだ、ならなかったんだよロック。まあアップデート失敗したんやろな、アップデートパッチ失敗したポリゴンってことかな。だからバグった体になったから印象グラフもうバグってる気がすんねんなじゃあまあバグったポリゴン書こう。何をもってバグと表現すんの。 3D モデルってね、バグるとぐっちゃぐちゃなんですよね。バーチャファイター1のバグ集とか面白いで、もうぐっちゃぐちゃになるから。今ね、2パターン考えてんの。一つは、ロトムみたいに、体にオーラみたいなのをまとって、めちゃくちゃノイジーになった一人じゃんみたいな。ある程度こう作画が崩れつつも、ギザギザしたポリゴン2を描く感じ。と、ターン X かな、パーツバラバラにする。ポリゴン2のバグった挙動って言ったら、そこに行き着く気がする。そっちかなと思ってんねんけどな。ノイジーになった。ポリゴンですね、今書こうとしてんの。お、オーラまとってる感じ。はい、こちら1案目ですポリゴン Z。 さあ2案目いきますか。 3D 的にバラバラ個体ですね。体まず浮いとる、あ、バグったあー、ってことで頭を分けた状態で首がここにあるの、なんか変やな。ここにつく、あ、ここにつくのなんかありやな。あ、前後左右もなんかちょっと待って、っていうことは待って、分かったこうじゃない、このままなんか狂ってる感じであるな。ってなると首がこっちなの、おかしいか。さあ、僕の想定ではこう、ん、こうか、あ、じゃあ、なんか、しっくりこんな。こう。あ、でも、反転に反転を重ねるのはありやん。
塗るだけ塗るか、両方。色自体簡単やしな、そもそもね。どっち？どっちもある。どうしよう、これ。ほんとわかんない。みんなどっちやと思う？二択に弱いとライフ。なんかないヒント、誰か。かっこいいは、両方かっこよさは、あーでも左の方がかっこいいか。一応電気的になんかビシッとなってんだったら。左賢い、右かわいいやねん。そうだね。だって賢、あーでも賢いが、ミリ薄いんか、これ。あ、そうだわ。イーブンじゃねえよ、これ。っていうことは右か、これ。結論どこで出すかって、もうそこしかないよな。パルキアスは右って言ってるしな、基本的には。僕、左欲しいなんすけどね。行くか。結論出すか。腹決まりました。天地明察、ポリゴン Z は右です。行くしかない、もう。運命は右だと言っている。異次元でも活躍できるバグった答えのポリゴン Z はそこに行きます。おいでポリゴン Z、 ほい。ありがとう、勝ちました。ヒトライブ、これは言ったでしょう。ライブやりました。満場一致でポリゴン Z はゲットでございます。ありがとうございます。ただ僕が信じたのは左です。二度と自分を信じるな。嬉しいね。もしさすが伊藤ライフ、ちゃんとオチを持ってくるな。ありがとうムードをちゃんとぶち壊してくれね。もう最後のガラスをぶち破れよ。もうぶち破ってくれたね、モジャンボが。うわ、でかい、かわいい、これ欲しい。いや、いいな、モジャンボ。うわぁ、びっくりした。草笛フェー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 、寝るんかい。めっちゃ 55? 草笛3連発で当てるやつなんている？いねえよな。いるさ、ここに一人な。本日の成果物、ポリゴン Z、ベロベルト。出なかったな、ヨノワールでした。マンムーは不先輩ですね。というわけで、皆様お疲れ様でございました。講師の皆様は異次元に行って出荷です。よろしくお願いします。お前たちも異次元に連れてってやろうが。でも頑張ったよ、ライフ先生。ポリゴン Z ゲットやで。いや、やらかしたし、満タインするし、二択になるし、二択を信じなかった結果正解するしで、やっぱ伊藤ライフスターターキットでございました、本日の配信は。いやー、面白かった、ありがとう。宣言します。来週、最終回です。ポケモンプラチナ、この長い旅も終わりになります。感慨深いね、旅の終わりは寂しいですけども。まあ、ポケモンリーグを制覇してみんなでね、笑顔で迎えたいと思います。というわけで、おつライフでございました。講師の皆様、もう一回です。異次元に向かって出荷です。おやすみなさーい。